さあ、ね、そしてですね、せっかく出てきていただいてね、皆さんに写真撮られるだけじゃもったいないんでね、ちょっとまた見ていただいた感想の方をね、まずは市長の方からよろしくお願いします。今日も素晴らしい技術を見せていただきました。みんなかっこいいですね。そして本当にこれから若い人たちの時代だなと改めて感じました。もっともっと応援していきます。これからも頑張ってください。ありがとうございます。さあそしてですね、先ほど皆さん賞金でウォーウォー盛り上がってましたけども、賞金以前にね、もっとね、大事なものがね、いろいろあるんですね。そちらの方をこの2人に応援してもらいました。その筆頭株である高野さんより一言いただきたいと思います。皆さん本当にありがとうございました。またね、小松で会いましょう来年。師匠が先ほど、おっしゃいました通りですね、小松の駅前がどんどん変わっていきます。そこでまた皆さんのお力をお借りして小松をどんどん変えなきゃいけない、そう思っております。また来年お待ちしております。ありがとうございました。それではこのお二人にもう一度皆さん大きな拍手をください。拍手。ね、来年も皆さんお会いしましょうという熱い言葉をいただきます。まずはですね、今日この空間に集まってくれた皆さん、そして一般の方々、まずはこちら側からありがとうございました。そしてですね、何気に皆さん思ってると思いませんけども、この素晴らしいコート、ね、そして先ほどからずっとこの BGM を流してくれている DJ、 いろんな方の協力があってこの空間ができました、ね。もう一度こちらのスタッフの方にも皆さんの方から大きな拍手をください。拍手。すべての、ね、カテゴリー、スケジュールを終了したんですけどもね、この後片付けの方に入ります、ね。先ほど高野さんが言ってました、我々は、ね、いつも駅を掃除して帰っております。ですからね、この足元にあるゴミと見かけたゴミはすべて拾ってですね、ぜひこの空間をきれいにして帰ってください。そしてですね、リザルトが気になる方、ブランチの方に貼り出しますんでね、ぜひブランチの方でチェックしてくださいね。そしてこれからね、コートの片付けの方ありますんでね、俺としても手伝いたいとかね、やってみたいという方はね、こちら側は全然、手伝ってもらう分には構いません、ね。ぜひこの会場に残ってね、みんなで綺麗にして気持ちよくありましょう。それではどうも。